く最高だ。ちょっとこれを見て。行こう。ビルジフォルツみたいに新しい眼球を作り出すつもりなのか。奴にとどめを刺した瞬間のことはまだ覚えてる。培養がまだ途中だったせいで眼球がまだ形を成してなくてな、ひどい見た目だった。あの変人のことを話してるのは偶然よね。もちろん絵の見えない金持ちドワーフの話も聞いたことがあった。ドラウナーが奴を守っていた。そんな数だ。このゴミの中でうろうろするつもりじゃないでしょうね。目的が。さて、どうやってあの上に。階段で上がるのよ。今直すから。いいわよ。行こう。あなたとイェネファーとトリツの間のピリピリした空気が気になるわ。シリもきっと気まずいわよ。あなたたち、周りからどう見えてるか分かってないでしょう。トリスはシリのお姉さんぶりながら、あなたの一切を伺ってる。あなたとイェネファーは父親と母親を演じてる。申し訳ないが、もう俺の真実は泣きはなくてね。
ちょっと、今度は何だ。何でも私がやらなきゃダメなんだから。支払いを待っている番人が見えるでしょ。小銭も持ってない。お金じゃなくて血で払うの。伝説のエルフ、フィアランの番人じゃない。あなた本を読まないの。女魔術師会の安全を保証するなんてどんな取引をしたのでしょうね。あなたの取り分は。随分と唐突だな。普通はまず、ねえゲラルト、疲れたから座って話さないとか言うもんだろ。前儀に時間をかけるタイプ。イエネファーに聞くんだな。まだ何か話してないことがあるのは確かだ。彼女は我が道を行くタイプなの。なのに女魔術師会のことを考えてくれるなんて。信用してないのか。ワイルドハントを倒したらどこか安全な場所に避難しろ。レダニアなら歓迎してくれるそうだぞ。ズーグルの口に頭を突っ込む方がマシ。悪いけど他に計画があるの。皇帝の下で働けるんだぞ。楽しみじゃないか。ちっとも。いえ、そうね、楽しみだわ。女魔術師会は弱い君主にばかりついてきた。それが間違いだったのよ。つまりエムヒルが魔術師たちを管理することには賛成なのか。イエネファーがあなたを政治から遠ざけたのは正解ね。それじゃあ嵐の中にいても風向きすら読めないわ。エムヒルとの取引は女魔術師たちの問題だろう。俺に聞かないでくれ。何も聞いていないのね。ならあなた個人の計画は。彼女何か言ってなかった？若くて有望な女帝の隣で相談役の役職をくれるとか。シリに近寄るなよ。あの子はもう大人よ。もう自分のことは自分で決めさせなさい。先を急ぐわよ。そろそろシリの人生にとやかく言うのはやめる時期じゃない？待て、何かあるわ。分かる？いや、メダルに反応は。役立たずなおもちゃ、笑わせないでよ。エルフの魔法ってのはね、悪臭を放つ化け物よりも見つけるのが難しいのよ。見てて。アラハンルーマー。太陽の石は本当にここにあるのね。バカみたいに突っ立ってないで鏡を動かすのよ。
I end him! ついにこの手に。渡せ、ここから出るぞ。慌てないで、話したいことがあるわ。当ててやろうか。お前にとって太陽の石が重要で、自分が持つべきだというつもりだな。あとはフクロウに姿を変えて飛んで逃げるのか。よくそんなバカらしいことを思いつくわね。シリの安全が何より重要なのに。私はただ私の未来の話がしたいだけ。ニルフガードに行くしかないな。きっと気に入る。ナザイルの山なら空気もうまいぞ。あなたって思ったよりユーモアのセンスがあるじゃない。真面目な話よ。ワイルドハントを倒してシリの身の安全が確保されたら、宮廷でのイェネファーの出世街道もそこまでよ。もちろん私は大歓迎。女魔術師会の決定権は私が持つことになるもの。なぜそんな話をするんだ。どうせあなたのことだから。ワイルドハントを倒したらシリと一緒にこっそり姿をくらますつもりなんでしょう。違う？とってもロマンチックだけど、あの子の人生を奪う代わりにイェネファーを連れていくのはどうかしら。トリスが黙ってないぞ。そうね、だからイェネファーに助言をしてあげて、あなたの言うことなら聞くでしょ。イェネファーの代わりに皇帝に近づくつもりだな。シリにもね。わかるでしょ、それは避けられないことよ。その時にイェネファーが近くにいると困るの。地下牢に彼女を閉じ込めておくのは費用がかかるもの。誤解も招くしね。他に何かあるか。もう帰るぞ。帰ればいいわ。やることがあるでしょうから。私は自分で帰れるし。